もあと15分ぐらいで終わりますんでね、なんで終わろうかなって考えてて、でできるかどうかちょっと、あ、そうそうそう、できるかどうかイメージでね、子供の歌にあのお星様の歌がありまして、今日なんとか歌おうって、昨日頑張って歌えなかったからね。アフリカの星を見て今日たちは育ったって、草原に寝転んで流れ星を見てた、南極の星を見てペンギンは育った、氷山に寝転んで流れ星を見てた、いつでも星はあった、誰かが星を見ていた、時は流れてゆくね、星だけが知ってる、日本の星を見て僕たちは育った物干し台に寝転んで流れ星を見てた、琵琶湖の星を見て君たちは育った、琵琶湖の浜に寝転んで流れ星を見てた、いつでも星はあった、誰かが星を見ていた、時は流れゆく星だけが知ってる、日本の星を見て僕たちは育った、琵琶湖の浜に寝転んで流れ星を見てる。天国なんてないんだと思い描いてごらん、足元には地獄もない、見上げれば青い空ばかり、思い描いてごらん、みんなが平和に生きる世界、国境のない世界を思い描いてごらん、殺す理由がなくなれば宗教だっていらないさ、思い描いてごらん、みんなが平和に生きる世界、はは夢の話じゃないさ、すぐにその日が来る、君が仲間になる日に世界は一つになる、持ってるものを捨てるなんて君にはできないかもしれない、欲張りと飢えがなくなれば世界は皆兄弟さ、思い描いてごらん、みんなが平和に生きる世界、はは夢の話じゃないさ、
にその日が来る。君が仲間になる日に世界は一つになる。ことは分かるのさ、さよ気に行こう。美しい朝には声をかけておくれ。僕も歌いながら挨拶しよう。どんな時でも陽気に行こう。苦しいことは分かってるのさ、さあ陽気に行こう。幸せ者、陽気に行こう。どんな時でも陽気に行こう。苦しいことは分かってるのさ、さあ陽気に行こう。陽気に行こう。どんな時でも陽気に行こう。苦しいことは今日のあの10キロの優勝の彼がすごかったですね。ここはゴールした人みんながっていう、特に優勝者じゃなくてゴールした人みんながすごいんですっていう形しました。僕は今年ホノルルマラソン行くと24年目になります。初めて行った時に3000人、第4回大会のまだホノルルマラソン日本人は数十人しか行ってなかったんですけど、3000人走って、僕は僕なりに100番目とかなんか110番目とかってあったけど、関係なく表彰式見てたら優勝したのがテキサス大学の新学生でフランク・ショーターが2位になってるんです。博多の大会出てからあそこちょうど1週間後なんですね。それで出てて、それで優勝の大学生に向かってインタビューでオリンピック選手を抜いて優勝おめでとうって今日はどんなお祝いしますかって言ったら、このホノルルマラソンはゴールした人全てがヒーローでヒロインです、私はその中の一人にすぎませんって、かっこいいのね。そう見てて、あれ今本当にあれ彼はそのワンオブゼンって言いましたよね、中の人って言ったよね、そうだよ。で今日はこれから神様にありがとうのお祈りをしに教会へ一人で行きます。こんな優勝者って初めてだね。人押し抜けたじゃなくて、この大会に僕がずっと通おうと思った最初はインタビューだったんです。それが琵琶湖の大会でも聞けるようになりましたね。一緒に喜び合う。13年前に、トライアスロンで元気な時に僕の警視庁で少年犯罪の専門家やってるおばちゃんが、あんた元気なんだね、私はその足弱くて元気ないから助けにおいでって言って、なんでですかって、あんたトライアスロンやって元気でしょ、マラソンやってって、でなんでって言ったら、元気のある人は元気のない弱い人を助けないと世の中になっていかないでしょ、でもマラソンやった人がボランティアっていうのはなんか理論に合わないですって言ったら、
トライセロンやマラソンやって元気な人がただ元気なだけだったらそれはただの生き物です。その元気を誰かを励ましたり誰かの役に立ってごらん、いい人になれるよっていう、それで騙されてね、ずっとボランティア何でもいいからボランティアやるって言ってもその先生の後つくようになりまして、でじゃんけんを教わりまして、勝った人負けた人は勝った人を褒め、前は勝った人が弱い人を褒めなさいっていうのに、ここはじゃんけんで負けた人が勝った人よかったねって、でここで優勝した人が遅い人がね、優勝した人よかったねってあんだけ拍手できるっていうのはその先生の教えなんですよね。強い人が弱い人じゃなくて、今度弱い人だって勝った人を褒めて徹底したら本当にいい顔になりますって僕はここで発見したんですよね。いつもはいつも陸上部の人が優勝かと思ってたんですけど、偉い優勝した、やっぱり練習したんだ、偉い偉いってやってるうちにそのおばさんが輝いてるんですよね。そんなのをここで発見しまして、日本にたくさんマラソン大会あるんですけれども、ここはそういうのを超えた世界なんだって僕は自信持ってこの15回みんなで確かめ合いたいと思います。ありがとうございました。で一緒にこう作ってきて2回になります。さっき のニュージーランドのトライアスロンスピーチを ということで、夜明けに乗ろう、一番列車にさ出かけるのさ、歌いながら歌うよ、へから見てね、子供さんがね、そことそこにいるんで、ブドウがもし余ってたらそこにお姉ちゃんいるし、うん、であそこのグループに一つずつだった。それでは、今高橋さんがおっしゃった。あそこ。あ、よかったよかった。可愛い赤い帽子をかぶってるお母さんとお子さんね、ちょっとステージのとこまで来てください。頼むよ。はい。高橋さんからね、おめでとうございます。来年も来てください。宮古放送をご覧ください。のカードで。はい。街の角で、冷たい街の角で歌ったよ、へー、ずっと立って手拍子してくれてありがとう。来てよ、あと1個、はい、ジーンズの帽子をかぶってらっしゃいます、お兄さんからお父さんから、はい、こちらです、こちらですよ、はい、歌うよ、へー、もうあと一つです。この頃身内
口に渡すのが流行っておりましてって、去年は確か音響に行ったような気がする。司会者のお姉さんに渡してもいいんではないかって、今来ました。ありがとうございます。本当にね、家に子供が待ってますので、持ってます。この大会大変でしょ。こんだけ慣れた人がいる中で、ね、いや楽しかったです、ね、慣れた人がいる中でね、はい、もう出演者よりも堂々と一緒にこうやって作る会ですから、本当にもう慣れてて、高橋さんがね15回目ですので、興奮してまた興奮を冷ましながら、またいい秋を迎えて、はい、よかったなと言いながら、ここへ来れたあの幸せをかみしめながら、来れなかった人のこともまた、うん、元気になるようにお祈りしながら、いい夏でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうぞ。第15回が終わりました。第15回を送るために、もっともっとまたまただんだん良くなるという、あの人差し指から入る337拍子で終わりますので、そのまま起立をお願いします。337拍子を、手拍子なしで人差し指からちょっと練習します。よーおパンパン、あすごい、誰もパンといかなかったね。人差し指を用意してください。だんだん良くなり、15回からまた16回17回と、そしてここへ来た人の幸せと、来なかった人の不幸ではなくて、来なかった人も幸せになりますように。そしてこの回が16回からまた幸せになりますよ。それよりも15回無事にここまで来させてもらったことを感謝しながら、喜びとともに夏を送ります。人差し指から心合わせをします。よーパン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 、この日本指でパンパンパン、よかった、三本指になってパンパンパン、よくもらって、よっパンパンパン、よかった、はい、まだまだ来ない。